聖書を拝読します。ローマ人への手紙12章21節です。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。はい、前ソウル女子大学総長で現在連合清潔神学校の総長ジョン・グヨン牧師が善をもって悪に打ち勝ちなさいというメッセージを取り次ぎます。皆さん、死んだ魚を見たことあるでしょうか？死んだ魚と生きている魚の一番大きな違いは 何か知っておられるでしょうか？死んだ魚はいくらそれが大きな魚だったとしても、お腹を上にしてその波についてただ流されているだけです。それが死んだ魚の特徴です。しかし生きている魚はそれがいくら小さい魚であってもその川の中で、その波を、遡っていくのです。これが生きている魚の特徴です。私たちの信仰も同じです。この世の流れに流されている信仰は死んでいる信仰です。それは死んだ魚のように自分のお腹を上にしてただ流されているだけです。しかし生きている信仰を持っている人ならばいくら力強いそのような世の波が来ていてもそれを遡っていけるのです。この世は霊的な戦いがとても熾烈になっている、そのような時代になっています。終わりに近づくほど霊肉の熾烈な戦場になっているのがこの世のことです。ですから時によっては私たちはこの霊の世界の法則に従っていくのが場合によっては悔しいと思うこともあり遅いようにも感じられますが、実はそれでも一番確実な勝利を得る道は御言葉を守り行うことだというのを私たちは知っています。ローマ 8-5、 肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですというのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いいや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。皆さん、今日大礼拝は神様を中心に、神様をいつも心に中心として思って御言葉を守り行うことだと言われましたね。そうです。今日の説教の本文はローマ 12-21 節です。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいです。先にも言いましたが、熾烈な霊的な戦いの中で私たちはどうすれば善を持って悪に打ち勝つでしょうか。それについて考えていきましょう。善を持って悪に打ち勝つために私たちの心に刻むべきことは何かというと、まず第一、究極的には善が悪に打ち勝つというこの霊の世界の法則を心に刻んで生きていかなければならないでしょう。今日は皆さんに2つぐらいのエピソードを紹介します。そのエピソードを通して善と悪の関係、善がどのように悪に打ち勝つのか考えていきたいと思います。まず第一の例ですが、旧約聖書を見たらダニエル書があります。1章から12章までありますが、私たちが扱っている聖書には13章がありません。しかし旧約外典という聖書があります。そこには13章があります。そして旧約外典13章を見るとスザンナの歌という部分がありますね。このスザンナについて皆さんに紹介したいと思います。このことが起こった時期は南ユダが神様の御心を行わなかったので、結局滅びてバビロンに連れて行かれ、不良の生活をしているところでした。
このバビロンの中でのことです。そのバビロンにスザンナというとても美しい女性がいました。美しいだけでなく心も優しい人でした。そしてスザンナの親もユダヤ人としてユダの方をよく守っている人で、この娘さんをとてもよく育てた、そのような親でした。そしてスザンナは大人になってエホヤキムという人と結婚しました。エホヤキムは尊敬されてユダヤ人であるだけでなくとてもお金持ちでした。ですから彼の家はユダヤ人の重要なセンターの役割をしたのです。この時はバビロン捕虜の生活は捕虜ではありながらも、例えば鞭に打たれたりしていた時期ではありませんでしたね。このエホヤキムの家はとってもお金持ちの家で大きかったのです。ですからその捕虜としてバビロンに連れてきて暮らしているユダヤ人のセンターのような集まりのセンターのような、そのような家でした。ですから何か裁判をすること、あるいはそのユダヤ人のその間での問題があったりすると、エホヤキムの家でいつもそこで交わったり集まりを持ったりしました。その度にスザンナはとても優しい人だったので、自分の家に来るお客さんをよくもてなして、またいろいろ暮らし向きが厳しかったりした人たちの話もよく聞いて、そしてよく助けている、そのような状況でした。じゃあこのしているある日のことでした。この時2人の長老が新しく裁判官になりました。その2人は老人でした。年を取っている2人が裁判官として選ばれました。でも この2人は人柄が良くなく公職な長老たちでした。でこの人たちはこのスザンナの家、つまりエホヤキムの家にしょっちゅう来ていて、スザンナがとっても美しいということを美しいということが気に入って、彼らは淫欲を抱き始めたのです。スザンナを見て情欲を抱き始めました。自分たちはかなりの年寄りだったのに、2人ともそのような情欲を抱き始めたのです。2人は同じように情欲を抱いていながらも、お互いにそれを話はしなかったのです。多分恥ずかしいと思っていたからでしょう。でこの2人は外には表せず、ただし毎日できることならスザンナの家に来ていつも彼女を見ていたりしました。でもある日のことでした。その日もいろいろあった行事が終わってお昼の時になり、2人は家に帰ることになりました。1人はあちらに、1人はこちらに分かれて自分の家に向かって行きましたが、しばらくして後自分の家に行っていた一人がスザンナをもう一度スザンナに会いたいと思って、そのエホヤキムの家に帰ってきたのです。でも2人とも同じ心だったので、それぞれこっそり戻ってきましたが、ばったり会うようになりました。そして2人ともどうして自分の家に帰れず帰ってきたのかと、それを言い話して、結局2人とも自分の心を告白して、スザンナについての心が分かるようになったのです。それで2人はそれが恥ずかしいと思ったのではなく、まあいいだろう、2人とも同じ心なので機会があればスザンナが1人でいる時ちょっと彼女を狙おうと、そのように話し合うようになりました。じゃあスザンナはどのような一日を過ごしていたかというと、いつもその家、つまりエホヤキムの家にはお客さんがいつも来ているから、そのお客さんがみんな帰った後はスザンナはハシタメを連れて庭を散歩したり、あるいは暑い日はその庭にあったプールで水浴びをしたりするということをこの2人は知るようになりました。でこの2人は人がいなくなったらなんとかスザンナをちょっと狙ってみようと、そういう心を思っていました。そうしているうちにあるとっても暑い日でした。彼らはスザンナが水浴びするだろうと思って、自分それぞれの家に帰れず庭に身を隠していました。スザンナはその
人もみんな帰ったと思って足ためを連れていて庭に行きました。そして庭にあるプールで水浴びをしようと思って、そのスタンナは自分の橋ためたちに言いました。これからちょっと水浴びをするから中にいて油と香油を持ってきなさい。そしてその庭の門をしっかり閉めなさいと言いました。そして二人の橋ためはそれを取りに行きました。そのように二人の橋ためが出ていくと、すぐ二人の老人はスタンナのところに走ってきてこう言いました。私たちはあなたを慕っている、あなたを愛している、今は庭の門もこのように閉められていて見てる人も一人もいない、だから我々と関係をしなければしてほしい、もしお前がもしこれを拒むならあなたが若い青年と密会していたと告発すると言いました。このように脅迫してしまったのです。じゃあ皆さんならどうするでしょうか。スザンナは神様を愛している人でした。ですから死ななければならないなら死にますという決断をしました。それでスザンナは何と答えたかというと、スザンナはため息をつきながらこう言いました。私が罠に陥ってしまった、もし私がこの人たちの話を聞いてあげると、つまり関係したら、それは私には死である、それは神様の御心でありませんね。しかしもし私がこれを拒むなら、この人たちの手から私は抜けてることはできない、ああしてもこうしても今ダメだというのを悟りました。それなら私はこの人たちの手の中でいるのではなく、私が罪を犯すよりは清い体で神様に捧げる、罠に陥った方がいいとスザンナは思いました。ですからそのような状況ではどうしたらいいんですか。自分は脅迫されていても清く、自分の体を清く保ちたかったのです。それでスザンナは声を上げました、大声を上げました。するとこの二人の長老は、そうしたら自分たちが静かにいるべきですが、そうではなく一緒に声を上げて、そのうち一人は走っていて、その庭の門を開いて大声を出したのです。それでそのような声を聞いたら、人々がそこに走ってきました。人々が走ってくると、二人の長老は変なことを言うのです。あれこれスザンナについて悪いことを言っていました。じゃあするとその家の人々はとても戸惑ってしまいました。ずっと長い間スザンナと一緒に暮らしてきたけれども、このようなことを一度も聞いたことがないからです。しかしこのことは結局家族だけでなく市全体が知るようになり、翌日は裁判が開かれるようになりました。今日で言えば控訴で流されたというようなことになりましたね。それで翌日そのエホヤキムの家で裁判が開かれるようになりました。その裁判は、エホヤキムの家で開かれて多くの人が集まりました。そのもちろんスザンナの家族も親も出てきました。その中で2人の長老は復讐心に燃え上げて、スザンナを殺そうと決心してこう言いました。私たちが2人でこの庭で散歩していたら、このスザンナが自分の橋ため2人を連れて庭に来ました。そして門を閉めておいて橋ためたちをそこから追い出しました。そして私たちが見ていたら、そこで身を隠していた一人の青年が走ってきて、二人は関係をしました。私たちはちょうどそれを見て彼らに走っていきましたけれども、二人のうち青年は逃してしまいました。彼は我々より力の強い人だったので、門を開いて逃げてしまいました。それでこの女性に私たちは、その男は誰なのか聞いたけれども、絶対言っていない、これが私たちの証言ですと言いました。これを聞いた人々はびっくりしました。今まで自分たちが聞いていた、また見ていたスザンナのことなら絶対ありえない話でしたが、これを証言している人たちは長老でした、そして裁判官でした。ですから
からスザンナを愛していた人々はみんな泣き出しました。このようにスザンナを告発した2人は長老で、またその町の元老たちだったので、結局その裁判が行われるようになりました。そして2人とも同じことを言うから、結局裁判官は、その日集まった裁判の中でスザンナは死刑を受けるようになりました。とても悔しいことでした。スザンナの親もスザンナの主人であるエホヤキムも悔しかったんですが、どうすることもできませんでした。それでスザンナは このような場合は姦淫の罪なので、旧約に書いてある通り石投げにしなければならないでしょう。それでそのところに今連れて行かれるところでした。スザンナはその時神様に祈りました。永遠なる神様、あなたはすべての秘密を知っておられ、どんなことが行ったのかすべて知っておられます。神様、あなたは彼らが私についてした証言が偽りだということを知っておられます。彼らが悪い心で私は告発して、今私は死にましたが、でスザンナは自分が生き返るとは思わなかったんですね。自分がその道を選びました。神様の前で清い身を保って、死の道を選んだから、それで私は今死にましたが、彼らが言っているこの全ての罪は私と何の関係もありませんと、自分の潔白を神様の御前で訴えていたのです。これを神様は全てご覧になっておられました。そしてその神様は誰に働かれたかというと、ダニエルという青年に御霊を使わして働いたので、それでダニエルがここに登場するようになりました。この時のダニエルはまだ若かったんですね。でダニエルがこの死刑場に集まっているその人々がいるところに現れました。そして大きな声でこう言いました。この女性は何の罪もありません。聖書原文を見ると、私はこの婦人の死について何の責任もありませんと書いてあります。はい、まあ、言い換えればこの女性は罪も何の罪もありませんとそのように言っていました。すると人々がびっくりして、ダニエルにどういうことですかと聞いたら、ダニエルはイスラエルの人々はどうしてこんなに愚かですか、詳しい審問もせずに正確な確証もなく、イスラエルのある一人の女性をこのように罰することができるでしょうか、みんな裁判していたところに帰りましょうと言いました。そして人々が急いでエホヤキムの家、つまり最初裁判していたところにみんな戻ってきました。じゃあダニエルがこのように言い出したので、その裁判をしていた裁判長もそれを無視することはできなく、こう言いました。あなたはまだ若いけれども、あなたは私たちの町では元老のような役割をしているから、あなたの言うことを聞いてあげると言いました。あなたの考えを言ってご覧なさいと言いました。じゃあするとダニエルはこう言いました。現代で言えばダニエルがスザンナの弁護士になったんですね。それでダニエルはこう言いました。私はスザンナを告白した2人の長老を審問したい、だからこの2人の長老をちょっと話してくださいと言いました。2人は一緒にいつも同じことを証言したから別々にしてほしいと言いました。それでそこにいた裁判官たちはダニエルの言う通りに2人のうち1人、つまり長老 A を連れてきました。そしてダニエルはこう言いました。あなたは長老であり裁判官でありながら今まで悪いことばかりしてきた。あなたが過去に犯した罪が全て明らかにされました。あなたは不義の裁判をして罪のない人には罰を与え、罪のある人は話したこともあるだろう。私たちの主は罪のない正しい人を殺してはいけないと言ったのに、じゃあそれならあなたが確かに見たと言ってるので、じゃあスザンナとその青年はどこの木の下で関係を結んだのかと。するとそこに来てる長老 A はこう言いました。アカシアの木ですと。するとダニエルはこう言いました。
あなたは確かにあなたの口で嘘を言っている。神がはばかれました。御使いがあなたを二つに分けるでしょうと言いました。そしてその人を生かして次にまた残りのもう一人の長老を呼び出してこう言いました。あなたはユダヤ人でもなくカナンの人でしょう。あなたはスザンナの美しさに惚れてこんな情欲を抱いてあなたの心が狂ってしまいました。あなたはイスラエルの多くの女性をこのように誘惑してきたけれど彼らは怖くなって拒まなかっただろう。でもこのユダヤの娘だけはあなたの悪行に我慢できなくここまで来ました。じゃあそれならあなたはスザンナがその青年子と関係を結んだと言ったけれどもどこの木の下だったでしょうと聞いたらその長老はカシの木ですと言いました。するとダニエルはあなたも嘘を言っているのを自分の口で明らかに今知っている。神の御使いが剣であなたを分けるでしょうと二人とも死ぬでしょうと言いました。みんな多くの人が聞いている前で一人一人呼び出してきた二人の長老は一人はアカシア一人はカシの木というふうに違う木を答えました。それで二人のことが偽りであることが明らかにされました。これを聞いていた民たちは救い主である神様を褒めたたえました。じゃあこうなると2人は自分たちが偽りの証言をしたのを告白するしかありませんでした。今日で言えばこの2人の長老は偽りの証言をしたことですね。新明記19の18から21を見ると偽りの証言をした人にはどんな罰があるかというと例えばこの2人のせいでスザンナは石投げにされる罰を受けましたね。じゃあ新明記19章を見るとこのように偽りの証言をした人は後で自分がその偽りの証言をしてその人が受けるべきだったその罰を自分が受けるようになります。ですからその神様の法律に従ってこの2人は石投げにされる罰を受けるようになり結局この2人の長老は死刑になりました。これを見ていた全てのイスラエルの民は神様を褒めたたえました。これが旧約外伝にあるスザンナの歌というところの内容です。私はこれを読みながら神様の知恵は本当に大きなものだと思ってこの中にどのようにして善をもて悪を打ち勝つのかそれをもう一度悟るようになりました。そしてもう一つの例を挙げましょう。それは皆さんがとてもよく知っているヨセフのことです。ヨセフは兄弟たちに憎まれて結局エジプトに奴隷として売られてしまいました。そしてエジプトのポティファルの家に来ました。そこで誠実に働き神様が彼がする全てのことを成功させてくださったのでその家の主人だったポティファルはそれを知って認めました。そして自分の家の財産を全部管理させました。このようにうまくいってるなと思った時思いもよらなかったことが起こります。それはポティファルの妻のことです。創世記39、7から9を見るとこれらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言った。誘惑するんですね。ポティファルの妻がしかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことを何でも私に任せ気を使わず全財産を私の手に委ねられましたがあなただけはそうでありませんということが一つ。そしてもう一つは神に罪を犯すことができないという二つのことを言ってそれをきっぱりと断りました。そうすると普通の人ならああ私が悪いことを言ったんだと思って退くべきですがこの女性は自分がしたいことを最後までしなければならないと思う最後まで自分のことを言い張るタイプだったようです。それで創世記39の10節を見るとそれでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも
彼女と一緒にいることもしなかった。これが真理です。同会女先生は教えてくださったでしょう。男女二人きりで車に乗ってもいけないと。じゃあヨセフは知恵のある人だったので、彼女と一緒にいることもしなかったと創世記39に10節に書いてあります。でも11節を見ると、ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には誰もいなかったんです。その時彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言いました。創世記39の12節です。でしかしヨセフはその上着を彼女の手に逃し、逃げて外へ出ました。さあ、そうするとこの女性の立場で、もう少し本当のわずかでも善があるなら、ああ恥ずかしい、私何のことをしたかしらと思って、その上着をどこかに捨てるか、それを燃やすスカッとしてなかったことにすればいいのに、悪い人は悪い知恵が働きます。それでどう思ったかというと、ヨセフが自分を守るため、罪を犯さないために残しておいたその上着を変えて、証拠として人々を呼び出しました。そしてヨセフ、つまり男が、私をこのように私と寝ようとして入ってきた、ここに自分の上着を残して逃げたと、そのように言うのです。そうすると家の中にいた人々は、その主人であるポティファルの妻がそう言うから信じるしかなかったでしょ。この女性はここで終わったのではなく、ポティファル、自分の主人が帰ってきたら同じことを言いました。あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言ったのです。するとポティファルは怒りに燃えるようになり、結局彼はヨセフを捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れました。それが創世記39の10節から20節までのことです。で、皆さん、ポティファルはその家の中で働いているヨセフがどんなに誠実で神様が共におられるのか知っていましたが、ポティファルだけでなく、その家の中のものは全て知っていたけれども、はっきりしたその証拠があるから、どうすることもできませんでした。そしてポティファルも、前はあんなにヨセフを信頼したのに、自分の妻がこのようなことを言うから、そのまんま確認もすることもせず、ヨセフにこれが事実なのかという確認の手順もなく、怒りに燃えて、あんた このように恵みをこのようにあだで報いるのかと、そのように思って、ヨセフをそのまんま監獄に入れてしまいました。同会女先生はこう説明されました。これが肉の善の限界だと、これは肉の人の限界だと言われました。いくらよくしてあげても、自分が思っているその善、自分が思っていることの限界を超えると、結局は自分の思った通りにするしかないと、肉の人、肉の善の限界だと言われました。で、こうしてポティファルの妻は結局ヨセフをこのように偽りの証言をして、ヨセフを監獄に入れるようにまでしたのです。しかし私たちは知っています。神様は生きておられる方です。ローマ8の28に書いてある通り、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。じゃあ、ある面では監獄に行くことがどうやって益になるかと私たちは知らないかもしれません。しかし神様は、例えばポティバルの家の財産を管理するくらいの人にして、欲しいという計画でありませんでした。神様の大いなる計画の中で、ヨセフはエジプトを統治する人にならなければならなかったでしょう。そのためにはヨセフはエジプトの政治経済についての知識がなければなりません。ですから、その知識を積む方法として神様は、
韓国に導き入れたのです。もちろん神様は全知全能なる方なので、一瞬にしてヨセフを王の宮殿に入れることもできますが、それは公儀に従う方法ではありません。神は愛であられる方であり、公儀なる方でもあります。ですから公儀に合わないことはなさらない方です。でとにかくここで重要なのは、自分が何の罪も犯さなかったのに監獄に入るようになったとき、ヨセフが神様につぶやいたりしなかったということです。神様、私は神様の前に罪を犯さないためにこうしたのに、濡れ衣を着せられてここまで来るように、神様、私のことを考えてくださらなかったでしょうかとか、そんなこと一度も思わなかったのです。神様が自分がどこにいようが共におられること、そして神様が見せてくださった夢、その夢がはっきりして具体的にどういうものなのかはよくわからなかったけれども、自分に対した神様の摂理があるということを信じていったので、ヨセフはその監獄の中でも誠実に、そのように行いました。そうするとヨセフの行いがその監獄を管理する人の気にもいて、その監獄のすべてを왕의죄수들을한사람한사람돌보면서管理するようになりました。それでその監獄は王の囚人たちが来るところだったので、ヨセフはここの囚人を管理しながら、この国の政治や経済について勉強するようになりました。そうしてある日のことでした。その中にヨセフが世話をしていた2人のその囚人の中で王の検察官と調理官がいました。ある日のことでした。朝起きてみたら彼が世話をしていた2人の顔がなんかちょっと心配があるというように感じたのです。それほどヨセフは本当に自分に任された2人を心を尽くして世話をしていたということですね。それでヨセフはそこで言いました。あなた方の顔色が悪いのですかと聞いたら、2人は私たちは夢を見たけれどもその意味がわからないと言いました。それでヨセフにその夢を言ったら、ヨセフは神様がなさるその知恵によってそれを解き明かしました。そしてそのヨセフがその夢を解き明かした通りに、一人はそのまま死んでしまい、一人はまた自分の位に戻るようになりました。じゃあそのようにしてヨセフが夢を解き明かしてあげた通りに、調理官長は木に吊るして、調理官長をパロは調理官長を気に吊るして、検察官長をまた自分の宮殿に呼び戻しましたけれども、その検察官長はヨセフのことを忘れてしまいました。それでもヨセフは韓国で恨んだり、あるいはつぶやいたりしたりことなく、結局時間が経ってパロの夢まで解き明かすようになり、結局エジプトの支配者になりました。これだけを見ても私たちは神様の思いと私たちの思いは全然違う、異なっていることを分かりますね。ですから私たちの中でも神様が愛であり、善であり、光であることを信じる人は、たとえ肉の目では現実は自分に悪い状況が行われても、ここにも良き御心があるだろうと思って、いつも神様に祈るようになり、美しい結果を結ぶようになるのが分かります。それで私たちが生きている王のように、霊的な戦いが熾烈なこの世の中でどうすれば私たちは勝利できるでしょうか。その第一は、結局的にはまた究極的には善が悪に打ち勝つということを心に留めなければなりません。その例としてスザンナとポティバルの妻のその偽りの証言を通して、それでも勝利した善の人のことを言いました。
そしてここを見ると私たちは分かりますが、心の良い人は悪い人を自分の手で処罰したりすることはありません。神様の御手に委ねるのです。しかし不思議なことは、悪い人は自分の悪によって自分の方で滅びの道に行きます。例えば先にも言いましたけれども、スザンナの歌の話の中で、年取った2人の長老はいくらでも何度も自分の罪の性質を捨てて立ち返る機会がありました。しかしその2人の長老は自分の罪の性質を収めようとしたのではなく、だんだんそれを育てていきました。それで悪人はそのように自分の悪によって悪をだんだん表すようになり、また自分で滅びの道に行くようになります。それで彼らは自分の悪によって自分たちが勝利していると思ったんですけれども、スザンナは死刑の前にダニエルを用いた神様の働きで命を救うようになりました。その時スザンナはこの悪い人2人を何とかしてくださいと祈ったのではなく、自分の潔白を神様に訴えただけなのに、神様がそのように働いてくださったのです。ヨセフの子供もそうです。ヨセフはこのようなことがあって、数年経ったら結局エジプトを支配するものになりました。その時ポティファルのポティファルの地位は何ですか？ポティファルは侍従長でしたよね。そうするとポティファルの妻はヨセフがエジプトを支配するものになったということを聞いたら、どんなに恐ろしくなったでしょうか。どんなに震えていたでしょうか。しかしポティファルは、私たちはよく知っているように聖書を読むと、ヨセフがポティファルやポティファルの妻に復讐をしたということがありませんね。ほっといても彼らは自分自身で心が苦しむようになり、とても悩み苦しんでいたでしょう。ヨセフは私はどうしてこんなことに遭ってるのか、どうして私がエジプトにまで奴隷としておられてきたのか、そしてどうして私はポティバルの家で働くようになり、ポティバルの妻によって濡れ衣を着せられるようになったのか、この一連の過程の中でヨセフはこれは神様の良き御心があったんだということを悟りました。そして自分がエジプトを支配するようになり、そこで飢饉にあったエジプトの民だけでなく、結局は我々の民族、イスラエルの民族をこちらに連れ出して、これから大いなる民族になるような土台を作るようにしたんだと。それで古戦の地でイスラエルの民が住み始めるようになり、神様がそのイスラエル民を形成するような、そのような設立だったんだということを後で悟るようになりました。でこのように神様をいつも信じている人は、全てを働かせて益としてくださる神、善である神、愛である神様、いつも良いものをください、与えようとしておられる神様のことをいつも心に留めて、そのように神様の良き御心を探そうとしているのです。探して見つけようとしています。そして私たちのイエス様もそうでした。イエス様もこの地上に来られて神様の御言葉だけを行っていました。それでもその肉の人々に妬まれたりしました。そしてその時の指導者だ、宗教の指導者たちはみんなイエス様を殺そうとしていました。じゃあその時イスカリオテユダという人がいたでしょう。イスカリオテのユダはイエス様が人となって来られたイエスキリスト、イエス様の弟子となってイエス様についていて全てを見ていました。特にその中でも財政担当の弟子でした。そしてイエス様から愛されました。真理の御言葉、善の御言葉もたくさん学びました。驚くべき印と不思議が現れるとき自分の目で見て体験しました、聞きました。それにもかかわらず裏切りました。もし裏切らなかったなら、十二弟子のうち一人として新しいエルサレムで主の食卓に着く栄えあるところまで行ける人だったんですね。それなのにイスカリオテユダは
そうでありませんでした。さっき私がローマ書を読んだ時、肉の思いは神に対抗すると言いましたね。結局イスカリオテのイスカリオテユダはどういうことを思ったかというと、自分が思うメシアというイメージがありました。それはこの世に来て権力を振るって世の王のように何かそのように治める人、それがメシアだと自分は思いました。で、自分が思っていたメシアとイエス様の姿はかけ離れていたので、そこでイスカリオテユダはそれがなんか心に満たされなかったのですね。そしてもう一つはイスカリオテユダはイエス様についてこのように従っているとき、自分に何かの益があるだろうと思ったのに、何にも益はありませんでした。ただあるなら自分が担当していた金入れのお金を少しずつ盗むぐらい、それしかありませんでした。それでイスカリオテユダはああ私が人を間違ったと思っていたかもしれません。それで結局イスカリオテユダは自分の師であったイエス様を銀30枚で売る、そのようなこともしてしまったのです。もちろんそれは神様の時が来たからそうしました、それができましたけれども、結局イスカリオテユダがこのように悪い道具として用いられたのは本当にもどかしいことです。もちろんイスカリオテユダはその銀30枚を持って自分がもらってイエス様を渡してしまったけれども、自分が売り渡したイエス様が十字架であんなにむごたらしく死なれるとは思わなかったようです。ですからそのイエス様の死を見てとても苦しくなって、銀貨30枚をその祭司たちにまた返してあげますが、その人たちは帰ってそれは私たちと関係がないと思って、その銀貨を持って畑を買いますね。それがマタイ27の3から5に書いてありますが、それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出ていて首をつった。とても苦しかったんですが、悔い改めの霊が与えられなく結局死んでしまいました。それを人の働きを見ると1の18、ところがこの男は不正なことをしていた報酬で自称を手に入れたが、逆さまに落ち体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまったと書いてあります。これはユダが実は木の枝に首をつって死にましたけれども、その木の枝が折れてしまって結局は腹綿が全部飛び出してしまうほど悲惨な死を迎えたということですね。つまりマタイは自殺という死の方法を記して、ルカはその惨めな結果を私たちに記してくれました。皆さん心の良い人は自分の善悪ただ善を持って悪に打ち勝つだけで、その悪い人を呪ったりすることはありません。しかし悪い人は自分の悪によって自分自らつまずきを自分に与えたり滅びの道に行ったりします。それをまた私たちは心に留めなければなりません。じゃあそして3番目、だったら私たちは今祝福の試練にあってますが、この宿題をどう解ければいいでしょうか。私たちは最近新聞を見るとこんなことがあります。顧客満足という言葉を私たちは聞きますね。それは顧客の期待値を私たちが満たしてあげることです。じゃあそれよりさらに進んでいけば顧客感動という言葉もあります。それは顧客が期待していることを満たせるのはもちろん、満たすことはもちろん、顧客が期待もしていなかったことまで追加してそれを全部満たしてあげることです。一つ韓国の例を挙げましょう。韓国の朝鮮正宗大王の時、ユンヘという官吏がいました。このユンヘという人が若かった時です。田舎を旅していてるうちに暗くなって旅館に入るようになりました。しかしあんまりにもみすぼらしい姿だったので、旅館の主人は
彼に部屋をくれなかったのです。だからどうすることもできなく、彼はその軒下の下に座っていました。でその軒下の下に座って見ていたら、その旅館の主人のお子さんが玉を持って遊んでいました。じゃあ玉を持って遊んでいた子はうっかりしてそれを落としてしまいました。その玉はコロコロ転んで、あの置き物台の下にまで入ってしまいました。するとその子供はそれをそこまで入ってそれを取り出すことはできなく、と言って家に入ってました。しばらくしたらその家で飼っていたガチョウが一匹そこにやってきて、その玉を見つけてごくんと飲んでしまいました。しばらく経ったら旅館の中では大騒ぎになりました。たっとい黒真珠盗まれたということでした。そう言いながら、誰も入った人もいないのに、あのみすぼらしいあの人、あの軒下に座っているあの人がと思ってユンヘという人を疑ったのです。で夜だったので、あの翌日役所に行って、あなたを告白すると、そのユンヘという人を柱に縛っておきました。するとこのユンヘはその旅館の主人にこう言いました。あのどうせ私を縛るならあそこにいる課長も一緒にあの縛ってください、と言いました。翌日になって旅館の主人が役所に連れて行こうとするとき、このユンヘは言いました。じゃあまずその課長の糞をちょっと調べてみてください、と言って、主人がその通りにしたら、その糞の中に黒真珠があったのです。そうするとその旅館の主人はこう言ったんです。課長が真珠を飲み込んだなら昨日言ったらよかったのに、とこう言いました。かえって文庫を言ったのです。するとユネはこう言いました。もし私が昨日課長がこの真珠を飲んでしまいましたと言ったなら、あなた方は確かにこの課長を殺したでしょう。私が一日だけ苦労すればその課長の命を救うことができるから、と言いました。私はこの話を読みながら、あの牧者のことが思い出されました。私たちは良いことを聞いたり見たりすると、よく牧者のこと思い浮かべるでしょう。なぜかというと、牧者はこのようにあの禅の話をするとよく涙を流すのでありませんか。その度に私はとても羨ましいです。私はちょっと乾いた人なのか、あのなかなか涙が出ないんですが、牧者はちょっとだけこのような美しい話を聞くとすぐ涙を流されるのでありませんか。これが感動です。皆さん、私たちはこの感動をすでにいただきました。まず誰からかというと、父なる神様からです。神様はどのように私たちを感動してさせてくださったかというと、第一ヨハネ4の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。皆さん、私たちはあの神様の御心に逆らっていたものでした。それなのに、そういう罪人だった私たちのために神様は一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。これは顧客満足を超えた顧客感動のレベルです。じゃあ神様だけ私たちを感動させてくださったのではなく、主もそうされました。例えば神様があなた、あの世にいてあなたが十字架につけられなさいと言われた時、主が嫌ですと言ったら、それはできなかったのに、主はどうされたでしょうか。ローマ5から7、5章7から8、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには死んで死ぬ人があるやいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皆さん、この聖句をあの口ずさんでみてください。考えてみてください。そうすると神様が、主が私たちをどのように感動させておられるのか、私たちは感じるしかありません。
じゃあ次に牧者はどうしたでしょうか。いつも期待以上に父なる神様を私たちを感動させてくださいました。2010年あんなに悔い改めの出来事がありました。であんな罪を犯した人はその人のために祈ってもならないと聖書に書いてありましたが、牧者はそれが御心だというのを知っていたのに、生徒をあんまりにも愛したので、その死に至る罪を犯した人のためにも祈るしかありませんでした。そしてその取りなしの祈りの結果、結局は神様からの許しを引き出しました。それをその結果を得ました。でもそれだけで終わりのではなく、同会女先生は私たちが罪が許される段階だけでなく、みんなを連れて新しいエルサレムに導き入れなければならないと思ったから7年の講義を満たして来られたのです。皆さん、主が人となってこの地上に来られたこと、それ自体が途方もない感動です。しかしそれよりもすごいことがありました。結局時が来て使命を果たすためにイエス様は、私たちの主は人々に捕らえられて、茨の冠を十字架を追って結局ゴルゴダまで行って、両手に首を打たれて、そして全ての血と水を注ぎ出してくださいました。そのような惨めな環境でも主は何と言われましたか。彼らを許してください、彼らは自分が知っていることがわからないのですと。そう言われたからといって、そこにいた人たちがハレルヤと言ったでしょうか。違います。主を罵りました、あざけました。そして椿をかけて頭を振っていました。それでもイエス様はどうされたんですか。黙々とご自分の道を歩まれました。それが最悪の最悪でしたが、その後立派によみがえられました。皆さん、私は私たちの主が裸になったまま十字架につけられました。私は牧者も今同じだと思います。裸になったようにハレンチハンのように、そのような恥を今かけられて、そのようなことにあってます。しかし私たちはもう聞かなくても分かりますが、牧者は今どんな祈りをしているでしょうか。こんなとんでもないことをする人、神様は何とかしてくださいと、そのような祈りを捧げるのではありません。神様、ようなことをしている人々も、一時は私の生徒でした、私の羊でした。神様、できることなら彼らもみんな救いの道に導くようにしてくださいという祈りを捧げていると私は思っています。そして牧者がどのように神様を感動させて、私たちを感動させて来られたのかは、大礼拝を通しても私たちは聞きました。それならここで私たちは質問をしなければなりません。それなら父なる神様が、主が、牧者が私にこのような感動を抱かせてくださったなら、私の方からはどのように神様に、主に、牧者に感動を抱かせることができるのか、それを私たちは探り極めて行わなければなりません。私たちが外に出ていて殉教することでもなく、私たちはこの場で本当に牧者が私に一番望んでおられることは何なのか、それだけしっかり悟って、今まで私たちがしたことは神様を満足させること、主を満足させること、牧者を満足させることだったとすれば、これから私たちはその段階を超えて神様を感動させる、主を感動させる、それから牧者を感動させる、そのような行いをしなければなりません。今日、朱三教執事はいつもも立派な方ですが、今日本当に感動を与える賛美をしました。そのような私たちになりましょう。牧者を一番感動させることは何ですか。まず第一、神様を第一に愛すること、そして主が開いてくださった救いの道についていて永遠の命を得ますが、私たちの心におられる聖霊に助けられて、まことの御新しいエルサレムに入る神の子供となること、それで神様、主、牧者と永遠に愛を分かち合うこと、これが牧者が私たちに望んでおられるたった一つの願いであります。
それなら私たちはどうすべきでしょうか。牧者をどうすべきでしょうか。今私たちは目に見えなくても悪い人たちがどんなことを言っても、私たちは自分自身が今まで体験してきた牧者の姿がありますですから、その牧者を信じて信頼して、その方に見せられていこうという熱い心がなければなりません。私もあのような善の心、あのような愛の心を持たなければという、そういう心を私たちは持つべきでしょう。そして時間が経てば経つほど私たちは豊かな実を結んで神様に捧げなければなりません。私は今感動の知らせをたくさん聞いています。誰も何とも言ってないのに、じゃあ、司教会のある生徒が電話をしました。何とも言わなかったんですが、子供たち2人がソウルの本教会に来たそうです。2人とも私が何とも言わなかったのに、自分たちが断食して今祈っていますと言います。まあ、すでにそのような心になっています。青年宣教会の人たち、誰がさせたことでもないのに、1日1食断食したり、そのような青年がいるということを聞きました。そしてイスジン先生も言いましたけれども、長く教会に来ていない人をもう一度教会に来るようにするのは簡単なことでありません。場合によっては指導教師が電話をしてもそれを無視したりすることも結構ありますね。でもこんなことがあったら、教会に来てない人の方から電話をしてくれて、どなたですか、私は誰々ですと、どうしてここにどうして電話したんですかと言ったら、私は教会に来ていますと、そのような電話があって、どうして来たんですかと聞いたら、私たちの牧師はこんな方ではありません、私はだから教会に来ました、なんとかしなければならないでしょうと、そのように教会に来ていない、欠席していた人たちが教会に来てこのように行ったりしているそうです。皆さん、私たちが生きているうちに、例えば親に何か大きな問題があるとどうするんですか。普段はしてない家の掃除をしたり、なんか家を片付けたり、お皿を洗ったりするのでありませんか。私たちもそうです。私たちは普段祈らなかった方なら、ここに来て祈って、普段祈りに来ても居眠りしながら知っていた人は、今日からは熱く全身全霊を尽くして祈ったり、このような私たちの行いを見せると、神様がそれをご覧になって感動なさるのでありませんか。これは牧者のことでもありますが、実は私たちのことです。そして神様のことでもあります。それなら私たちは、じゃあそれぞれ自分自身に、私はどうすれば神様に感動を捧げることができるのか考えてみましょう。大きいことであります。一度電話をすること、あるいは一食断食をすることなど、いろいろあると思います。私たちは確かに結果を知っていながら戦う戦いです。しかも私たちは悪を持って戦うのではありません。いつも牧者は私たちにうるさいほど善を持って悪に打ち勝ちなさいと教えてくださいました。それなら私たちは善を持って戦うべきです。そうするなら必ず善が悪に打ち勝って、真実が勝利するその日がやってくることを信じます。私たちの牧者がどんな方だったのか、もう一つ言います。ニュージャージーのロックという放送があります。そこのエネリーという女性の生徒がいます。この女性が同会女先生に自分の友達のために祈りを要請しました。祈りを依頼しました。自分ではなく自分の友達のために、その手紙です。この前3月30日金曜徹夜、ここ牧者おられました。その時講談で祈ってくださった私の友達リンダ、リベカは昏睡状態でした。でも祈った後翌日連絡がありました。今は目を開けて手足を動かしていて、白血球の数値も今正常になったと言われました。祈ってくださった先生に本当に感謝いたします。私たちは私たちの牧者を誇らしく思って、この方のためには何でもしますという心で祈って、
毎日毎日進んでいく皆さんになりますように。平常で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。自主への放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も知り添げてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの怒りで働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌や患いを下がれ、光を望め、孤児の病、断病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんとエイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、土を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪霊どもよ、下がれ。その誓いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、全ての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこのように奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの主。